ホームを騒べ方から望む。左側に見えるのが使われなくなったホームである。大岡駅は、宮城県栗原市若山ギア座大林赤合にあった、栗原田園鉄道栗原田園鉄道線の駅で、ある。2007年、路線の廃止に伴い、廃駅となった。末期は、単式ホーム一面一線のみを有する地上駅で、ホームは、線路の南にあった。改札口はなく、 乗客は緩い坂を登ってホームに上がった。出入口の脇には小さな待合所があった。かつては列車同士の行き違いができたが、1966年に行き違いは行われなくなった。駅の大岡小前方北側にはかつて使われていたホームが残っていたほか、当駅の前後で河川柱の幅が広くなっていたことなど、当時の痕跡があった。 貨物扱いの廃止は1967年のことで、翌1968年には無人駅となった。駅の北には水田が広がり、南に住宅地がある。駅前には住宅地の中の細い道が通じるだけで焦点はない。東に東北新幹線、西に東北自動車道の高架があり、栗原電園鉄道線はその下をくぐった。 北約200メートルには、全路と並行して走る宮城県道4号。中田栗駒線があり、若柳神奈里インターチェンジで、東北自動車道と接続する。南約200メートルに狭間川と三狭間川の合流点がある。安住根とその理解者で、当地出身の千葉十七の記念碑がある大林寺は、堤防の北にある。ありがとうございます。